ポーズで笑うし、コーナリングのコツを雪道で磨く方法をやってくれ。こんにちは、ボン吉です。さあ、今回からサムネイルに女子を使ってるんですけども、サムネイルの女子は AI で生成してます。今回から試験的にイメージキャラクターとして起用してみようかなと思います。将来的にはバビ肉してバーチャルで美少女を受肉して、中身おっさんやんけっていう風にバレるところまでやれたらもうめちゃくちゃ楽しいかなと思います。さあ、では今回のテーマなんですけども、今回は雪道を走ってドラテコを磨く方法というところをやっていきたいと思います。このゲームは WRC ですけれども、ラリーゲームであれば全くこんなしないようで、プレイリストを順番に見ていくだけで必ず一緒にうまくなっていける動画を目指してます。動画の更新が待ちきれない場合は、寄贈作の動画のプレイリストを見ていただければと思います。ええと思ってぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。まずは皆さん、先月のレースネットイベント開幕戦お疲れ様でした。もうね、モンテカルは難しすぎてみんな完走できない、まあ私も完走できなかったんですけど、完走するだけで上位に進出できる、まあすごい晴れたラリーになりましたね。私も第2 SS でクラッシュしてリタイアだったんですけど、それでもポイントをもらえるっていうそれぐらい皆さん苦労されたと思います。さあ、では今回第2戦オフィシャルヒストリックの攻略になってくるんですけども、ヒストリックの方がスカンジア、そしてオフィシャル WRC の方はスウェーデン、同じような雪のコースなんですね。なのでこの雪道を攻略できれば、今月の攻略はもう全て OK ということになります。そしてオフィシャルイベントの練習用に、我々 GFNR の独自の EWRC2 クラスをご用意してます。加えてラリーゲームを初めてやりますよという方向けの EWRC3 クラスもご用意してます。ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。こういうマルチプレイイベントは、いや、キャリアモード楽しかったな、もうちょっと奥の深い遊びしたいなという方におすすめです。下の概要欄に詳しい参加方法などリンク貼っときますね。さあ、では今回のテーマなんですけども、雪道の攻略、まあ、この雪道の攻略っていうのはですね、特にラリーゲーム中級者以上の方にとってむちゃくちゃ重要な攻略になります。というのはですね、前回の第1戦モンテカルロなんかはですね、多分全17ロケーション中もっととも難しいと感じられる方が多いコースで、他のコースをしっかりと攻略できてる方がようやく攻略に取り掛かれる、まあ、そんなような印象のあるコース、まあ、むちゃくちゃ難しいと感じられる方が多いと思うんですよね。その難しい凍結路面のコースが開幕戦、そして続いて第2戦は雪道のスウェーデンになるんですけど、これまたね、難しいと思われる方多いと思うんですけど、もちろんね、初心者の方にとってはもう難しすぎて、ここはね、もうスキップした方がいいかなっていう感じあるんですけど、中級者以上の方はこのコースをしっかりと走ることで、他のグラベルの路面の攻め方が分かるようになるので、ぜひこの1ヶ月間集中的に取り組んでいかれるといいと思います。中級者の目安なんですけども、モンテカルロ以外のコースならゆっくり走れば遅くていいんですよ。すごく遅くていいので、コースのどこにぶつけることなくノーミスで走ることができる、あるいはシーズンモード、チャンピオンシップモードを1シーズン終えたというぐらいの技量が目安になります。ゆっくり走ってもぶつけてしまう、あるいは技術的に感情的に抑えることができずにゆっくり走ることができない、まあ、そういう方はね、中級者とは言えないので、今回のお話は難しいかもしれません。まずは1コース走るのにぶつかってしまう方は、ゆっくり走るところから始めていただければと思います。車はご自身の一番扱いやすい車、何でも大丈夫です。さあ、では雪道、具体的に何をするかと申しますと、一言で申しますと、ブレーキングドリフトで曲げ込むということをやります。ブレーキングドリフトで車を曲げるきっかけを作って、そしてコーナーのエーペックス、コーナー頂点にピタッとくっつけて曲げ込んでいく、この練習に雪道が最適なんですね。グリップが高くて少し難しいグラベルの土のオフロード路面よりもだいぶ滑りやすくて、だけどコントロールしやすい、そういうスノー路面、雪道の方がこの練習にとても向いてます。そしてこれができるようになれば、上級者への道が開けてきます。我々漁夫のリラリークラブではこの練習方法をスウェーデンドリルと呼んでます。ひたすら毎日毎日スウェーデンとかスカンジアの雪道を走る、そういう練習方法ですね。ブレーキングドリフトなどのドリフトのきっかけ作りの種類とか、スウェーデンドリルについての詳しい解説は他のゲームなんですけども、動画で作ってますので、合わせてご覧いただきますとより理解が深まると思います。こちらも下の概要欄にリンク貼っときますね。さあ、では典型的なコーナー見ていきたいと思います。橋を渡った先の S 字コーナーですね。左に曲がってから右、さあ、ではスローで見ていってみましょう。さあ、橋を渡ってから左コーナーなんですけども、右に
旦フェイントをかけてから左にスティアリング、そしてブレーキングですね、同時に。そして S 字切り返しで一旦アクセルオフと左足ブレーキングで荷重を前に乗せてから右に切り返し、そしてカウンター。この時一つ目のコーナーと同じようにコーナー頂点、コーナークリッピング区間に沿って曲げ込んでいきます。このコーナークリッピング区間に沿って曲げ込んでいくというのが今回の雪道の攻略のみならずラリーゲーム攻略のミソになります。ここが一番大事なポイントですね。さあではもう一回スローモーションで見ていきたいと思います。さあ橋の後ですね、橋の後 S 字、まず右に一回フェイントを入れて、そしてブレーキングドリフト、そして舵を前に乗せ直してから完成ドリフトで、ピタッとくっつけていってカウンターを当てながら車の向きを整えてコーナーを抜けていきます。さあでは普通の速度で見ていきましょう。この後ですね、ブレーキングドリフトから完成ドリフト、こんな感じですね。この曲げ込むというところを練習する場合はですね、このコースのリバースコースの SS1 だけ徹底的に練習するといいと思います。さあではこれらのことを踏まえてコースの攻略やっていきたいと思います。コースはスカンジアの飛ぶ強い気温、コンディションはヒルハレスのアシスト全オフマシンマシトレン C4、 セバスチャン・ローム選手のリバリーも同使用してます。いやー、レッドブルカラーやっぱかっこいいですね。セバスチャン・ローム選手のカラーリングやっぱりかっこいい。いや最高っすね。さあスタート。いや左下の女子の存在感でかすぎる。左下の女子の存在感でかすぎてちょっと気になるな。まあ気を取り直してやっていきましょう。さあ前半、まあ、セクター3ぐらいまでは高速区間ですね、まあ、5のコーナーとか、まあ、4のコーナーが多い感じですね。3のコーナー少ない感じ、まあ、これをいかに速く走っていくか、まあ、左足ブレーキングですね、左足ブレーキングで速度調整と荷重のコントロールをしながらうまいこと曲げていく。あとはですね、ダンパーのセットアップも重要なんじゃないかな、そんな気がしてます。さあこの後高速 S 字、ここが難しい。ここはね、もう本番は危ない危ない危ない、本番はこんな風に攻めれないですね。さあここも難しいです。本番危ない危ない、本番はこんな速度でいけないですね。もうちょっと置きに行って安全に行った方がいいかなと、そんな風に思ってます。さあ右3ですね、ここの曲げ込み、これですね。そしてここ複合コーナー3から2のコーナー、ここはちょっと難しいですね。サイドブレーキ使ってます。そして右3、ここは曲げ込みですね。大きくステアリングを切ってドリフトに入ってます。さあ起伏が激しいので左足ブレーキングでしっかりと荷重を前に乗せながら、乗せられてないんでちょっとね、はらんでますよね。ハンダステア出てます。十分にね、しっかりと荷重をコントロールしないと今みたいにね、アンダーステアになって怖いので、ここも一緒ですよ。荷重が抜けてこうなると、まあ、これ練習走行なんでいいんですけど、本番はね、ハードコアダメージがオンなので、これを繰り返しているともう完走できないですよ。さあここはもう覚えゲーですね。ジャンプのタイミング覚えゲーになると思います。覚えゲー、まあ、2カ所ぐらいあったからこのコースね、まあ、覚えゲーはちょっとつまらないんですけどね、面白くないですよね。さあここの切り返しミスってますよ。1個目のコーナーを早く行きすぎて2個目の、ね、コーナーが、苦しくなる、まあ、そんな感じの典型ですね。もうちょっとゆっくり小さくコンパクトに入ってればスーパッと切り込めて、もっとね綺麗に速く走れるんじゃないかなと思います。さあここはもう怖がってますよ、私怖がってブレーキ入れてます。ここも一緒ですね、荷重コントロールして全開できればね、もっと速く走れるんじゃないかなと思いますけども、あこういう感じでぶつけちゃうとよりその先に怖いコーナー待ってますから危ないですね。さあヘアピンサイド引いて、さあこの後さっき練習したコーナーですね、ブレーキングドリフトからの完成ドリフト。さあこの後曲げ込みですよ、ブレーキングからブレーキングドリフト、
そしてカウンターですね。カウンターはもうゼロカウンター、まっすぐステアリングをしたままカウンターに行けるのが一番理想的ですね。なかなか難しいですけどね。さあこの後意外と難しいですよ、まあ、道が狭いんでぶつけたらもうアウトなんですよ。車ぶつけたらアウトなんで、もうゆっくり慎重、こうなるとアウトなんで危ない危ない、ゆっくり慎重に行くのがいいのかなと思います。この後の右にから左に、ここもねもうちょっとでもミスるとドカヒを呼び込んでしまうので、もう攻めなくていいんじゃないかなと思いますね。1秒2秒もう健常してゆっくり行くのがいいんじゃないかな、そんな気がしてますよ。よしなんとかゴールできましたね、まあ、結構危ないとこありましたけどね。5位いやまだまだね、これ誰も練習してないんでこの順位ですね。もう少し早く走れないとダメかなと思います。さあでは俯瞰視点での反省会やっていきたいと思います。まあ路面がバンピーなんですね、すごい高速なんですけども、路面がバンピーで危ないんで、まあ、遠くから曲げていくとバンプに乗って跳ねたり沈んだりしても、まあ、比較的曲げていきやすいんで、できるだけ遠くからじわーっと曲げていくといいんじゃないかなと思いますね。あとは左足ブレーキングで荷重のコントロールと速度のコントロールですね、スピード出しすぎないというのがいいんじゃないかなと思います。危ないって今みたいに当てたら危ないですよ。さあこの次ですね、高速 S 字、ここはこんなにねもう攻めなくていいと思います。こんなにもうちょっとねインに入り込めるんだったらいいんですけど、攻めなくていいと思います。ここもそうですね、こんな風になるぐらいだったらもう攻めなくていいと思います。まあ、3、4秒失うとは思うんですけど、ここだけで。まあ、2、3秒、3、4秒失うとは思うんですけど、もうゆっくりでいいと思いますね。もう事故って、車壊してしまうことを考えたら、もうそれぐらい遅くてもいいと思います。まあ、もうちょっとセットアップでね、安定したセット、安定して速く走れるセットが出せればね、攻めれるのかなと思います。試合でもね、攻めれるのかなと思いますけども。さあ、ここですね。逆バンクになってて危ないですよね。もうちょっとインにピタッとくっつけていけたら、逆バンクになっててもね割とアクセル踏んでいけるんじゃないかと思いますね。合ってないですよね、合ってないから踏めないですよね。ここは今のジャンプは覚えゲーですね。ここもそうですね、下り坂の逆バンクなんで曲がりきれてないですね。もうもっと速度を落として3速ぐらいに落として曲がっていけば安全に速く走れると思いますね。もうぶつかったらアウトなんで、なんせ試合はもうぶつかったらアウトなんで、このタイムアタックみたいに優しくないんで。さあこの後ですよ、ちゃんとしっかり減速したらここスパッといけるはずなんで、これもうはらんでるからここは苦しいんですね。まあ、コースアウトしなかっただけマシですけど、今のはあかんな、見せ場なんで今みたいなところスパッといけたらめっちゃ気持ちいいんでスパッといきたいですね。さあスピード出すぎてますよ、危ない危ない危ない。ちょっとブレーキで荷重をコントロールして、スピードもコントロールして左足ブレーキングですね。曲げ込みが足りない、ここで浮いてますね、浮いてるからこうなっちゃうんですね。さあ曲げ込んで左足ブレーキングでピタッとくっつけていきますよ。スピードと荷重をコントロールしてアンダーステアを起こさない、まあ、アクセルもステアリングも一定っていう風にね私いつも申してると思うんですけど、最終的にはねアクセルもステアリングも一定ではないんですよね。クリッピング区間でアクセルも一定、ステアリングも一定っていつも申してますよね。だけど最終的にはそうではなくて、加速も減速もしない状態、車がそしてスリップアングルも変わらない状態をアクセル、ブレーキ、ステアリング全て忙しく操作して作り出すんですね。そうするとうまいこと走るんじゃないかなと思います。結局のところは車の状態がそうなってたらいいということなんで、操作をそうするわけじゃないですよね。まあ、初心者の方に分かりやすいように、まあ、そのようにね、ス
伝えておりますけども、まあ、結局のところはオンロードもオフロードも車の状態がそうであればいいということなんですね。さあではセットアップです。まあ、セットアップこれねもう暫定なんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、ポイントはですねダンパーセッティングになるんじゃないかなと思いますね。ダンパーでしっかりと揺れを制御して路面を食ってくれるセットが出せたら、まあ、割とね簡単に攻略が進むんじゃないかな、そんなような気がしています。まあまだセットアップね始めたばっかりなんで仕上がってないですけれども1ヶ月近くあるのでしっかりとねゆっくりとやっていきたいと思います。はい、今回公式ラリーネットイベントオフィシャルヒストリック対策ラリースカンジアをシュトレイン C4 で攻略してきたんですけども、いや雪の路面で高速コース、しかも道が狭いもうむちゃくちゃ難しいですけども、なんですけどまあこの路面でしっかりと曲げ込んでいければ他のグラベル砂利道のコースに出た時にすごく楽しく遊べるようになってると思いますので、まあこの1ヶ月ねフルに使って雪道でね遊んでいけたらええなと思ってます。まあゲームなんで実際と違うのでいつでも雪で遊べるので、まあ今ね取り立ててこの1ヶ月やらなくてもねいいかなとも思うんですけども、まあでも実際の WRC がスウェーデンなんで気分も盛り上がると思いますので、まあ試合のイベントなんかも雪道ばっかりでしょもう、まあ、なので逃げずにねやっていきたいと思います。まあモンテガルもちょっとリタイアしちゃったんでもう逃げ気味だったんですけどいやーでもここも高速コースやから一発リタイアがあるんで怖いですね怖い。はい、これからも初心者の方が誰でもラリーゲームをみんなで一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画をアップしていけたらなと思ってます。コメント欄で初心者中級者の皆さんには今回の課題についてご一緒にお考えいただいたり、上級者の皆さんにはアドバイスなどでご一緒にお楽しみいただければと思います。もう一個だけ動画を見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほなまたね。いや左下の女子の主張強すぎ左下の女子が気になってうまいこと喋られへんうまいこと喋られないですけど